回の目次はこのようになっております。それではどうぞ。はい、どうも、白石です。今から美容院に行ってきます。綺麗にしてもらってきます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日、はい、トリートメントとスパなんですけど、はい、ちょっと髪の毛見てもいいですか。はい、ちょっと失礼します、はい、ちなみに今の髪の毛で何が一番気になりますか。はい、1個だけあげるとしたらパサつき。パサつき、乾燥。あ、そうですね、広がるなと思って。あ、ちょっと癖もありますよね。そうなんですよ、そうです、伸びてきたんで余計に。そしたらあれですね、髪の毛、ダメージがすごいっていうよりかは、はい、乾燥してて、でそれで広がったりとか癖が出やすくなってる状態なので、髪の毛に水分をしっかり、水分を入れてあげると、それだけで髪の毛の収まりだったりとかパサつきだったりとかツヤもかなり違うので、まあ、それに特化したトリートメントをじゃあ今日しましょうか。お願いします。すごい CM みたい確かに。美容院に行ってきました。今から家に帰って撮影をしますということで帰ります。ということで、こちらネックリフレッシャー、日本製の商品です。首のマッサージの商品でして、こっち見せて、はい、おー、こんな感じです。モードは4種類自動で変わってくる。今ゆっくりになってる振動のが、おおお、なんかふわっふわってされてます。今この首の筋とかが凝ってるんですよ。そこにこの子を当てると、すごいすごい効いてるんですよ。なんかこうやって首をマッサージされてる感覚。はい、ということで皆さんもぜひ体験してみてください。これね、いいと思います本当に。商品紹介の動画を撮り終わったので、今からは今日中途半端にやってる終わってるのがあって、ノイズ除去とあと音を入れて完成の動画があるので、
それのノイズ除去だけもうちょっと今のうちにやっとこうかなと思います。めちゃくちゃ仕事してる人みたいじゃないですか。今日こういう感じでいつも働いてます。今日は外に行ったり撮影したりが多かったですけど、まあ基本的にはずっと編集なので、編集してるとこね、ずっと撮られてもあれかなと思って今日撮影してみたんですが、いかがだったでしょうか。1時45分私のナイトルーティーンをお送りいたします。寝る前にいつもアップロードだったりとか動画のダウンロードとか時間がかかるものだけやっとくと次の日仕事楽なんで下準備してます。今寝ますね。じゃあ、はい、私のナイトルーティーンでしたという感じです。もうなんか今日疲れたから寝ます。じゃあね、白石でした。バイバイ。はい、ということで今回、商品を紹介して使ってみてほしいっていう会社さんがいらっしゃってありがとうございます。はい、ということでちょっと魅力を私が存分にお伝えできたらなと思いますのでぜひ見ていてください。はい、ということでこちらネックリフレッシャー、日本製の商品です。首のマッサージの商品でして、 Amazon では9800円で売ってます。ということでちょっと開けます。マッサージ機ですね。なんか包装のゲージもちょっとなんか可愛い感じでいいですね。こうやって開けるんだ。あ、これ横シュンってやるのか。おー、こんな感じですね。こっち見せてもらう。おー、こんな感じです。すごっ、なんかちょっとおしゃれ、だいぶおしゃれな感じで入ってる。撮ってみます。こんな感じですね。本体はご使用前に必ず取り扱い説明書の注意事項をよくお読みください。はい、読みます。この下に説明書とか、あ、ポーチもついてるんだ。持ち運び用ポーチもついてますね。ちょっと開けていきましょう。あ、全部この色なんだ。これあれですね、充電器と、なんだこれは、通電パッド、交換用、あ、交換用までついてるんだ。2個ついてます。で、あと説明書ですね。英語でも書いてあるし、これ何語、韓国語、中国語でも書いてある。ポーチだ。ポーチと一緒に入ってた。おー、かっこいい感じになってる。あ、そういうこと。あ、そういうこと？すごい。これポーチなの？あ、わかると思うんですけど、ここに見て、こうやってリモコンがついてます。え？絶対なくさないじゃん。すごい。待って、ご使用前に充電って書いてある。充電してない。今来たから。ちょっと待って。これは先っちょがタイプ C、 こっちは USB。 充電中なんですけど、こうやって光ってますね。充電中、充電してるのが分かります。特許取得の技術を多数採用、折りたためて出勤家事移動中でもながらリフレッシュ。確かにちっちゃかったから、すごい使い持ち歩きにはめっちゃ便利だし、しかも本当に物をよくなくす私にとってはこれはマジでいいと思います。充電時間は約3時間。電源をオンにして15分経つと自動的に電源がオフになります。気持ちよくて寝ちゃっても大丈夫なんだ。お手入れ方法、本製品のお手入れは電源を切り、ウェットティッシュで通電パッドを拭き取ってください。
ベッドインレジは中性洗剤と柔らかいなどで拭き取り、腐食性の洗剤を使用したり水に浸したり洗い流したりしないでください。なるほど。パッドのさっきのね2個ついてたこれパッド、交換パッドは交換寿命は3ヶ月から半年くらいで交換になってますね。動画で見て、動画で確認できるんですよ使い方だから。もうちょっとこんな本読むのめんどくさいわみたいな人も動画で説明してくれるのは本当に普通に嬉しい。これカバー外してくださいって書いてあるんで外します。首に装着します。うわあ、ペチョって感じがする。あ、なるほど、なんか固定された。で、このホットボタンを3秒長押し。1、2、3。びっくりした。ピーって言ってる。プラスを押してみる。わっ、ブルルルってブルルルってなってる。びっくりした。モードは4種類自動で変わってくる。今ゆっくりになってる。振動のがなんかふわふわってされてます。今暖かくなるのは42度です。42度、ほんとお風呂ぐらいだよね。わかった、マッサージ機の超小型版って感じですね。ふう、マッサージ機、マッサージチェアか。あー、これいいかも。でも私これ2段階目ぐらいがちょうどいいかも。あー、これお風呂の後とかにやるのがいいかもしれない。注意点としましては、連続15分間を超えない、また1日に2回までを限度として使用する。私はパソコンとかをずっとやる職業なので、そういう人も多分多いと思うんで、その方はめちゃくちゃいいと思う。だって誰の迷惑にもなってないし、静か、静かっていうかもうほぼゼロ。この首の筋とかが凝ってるんですよ。そこにこの子を当てると、すごい、わかるかな、この辺とかすごい効いてるんですよ。なんかこうやって首をマッサージされてる感覚。普通のマッサージ機って、まあ、大体はコードがついてるじゃないですか。だから、まあ、どこにでも持っていけるわけではなかったですけど、まあ、コードレスだから本当にどこでも使える。じゃあ例えば新幹線とか飛行機とかの中でも、これだけ静かでコンパクトだったら全然誰の邪魔にもならないし、とってもいいと思う。これほんで折りたためるんですって。ここが全部白に見えるか、あ、ここだけ、こことここだけシリコンになってるんですよ。だからこうやって折りたたんで、このポーチの中に入れて持ち運べるっていうことですね。っていう感じで入ります。ペットボトルとよりちっちゃい、こんくらいのサイズ感です。あと何が気になるんだろうな、マッサージ機を買うとき。今ね Amazon のカスタマー Q&A を見てたんですけど、でもこれをまあ長く使う、買ったらね長く使いたいじゃないですか。で、この交換パッドは別売りで売ってます。でさらにこっちのリモコンの電池交換の電池もAmazonで販売しているそうなので、まあ、長く使えると思います。このパッドがあるので、ローションとかなくても、その専用のねクリームとかなくても使用は可能というか、そういう仕様です。ネックレスとかは今してないんですけど、はい、ネックレスとか貴金属は外してから使用してください。首周りのセンチ、多分、まあ、そうですね、女性は多分余裕だと思うんですけど、首周りのセンチは30センチから50センチの方が使用可能だそうです。白石の初めての商品紹介いかがだったでしょうか。こんな商品紹介って、そんなに化粧品とかしか見たことなかったんですけど、マッサージ機って
こんなにちっちゃくなってるんですね。マッサージ機を持ち歩くっていうのがもうそもそもイメージとしてなかったので、これはいいですね、非常に。はい、ということで皆さんもぜひ体験してみてください。これね、いいと思います、本当に。注意事項しっかり守って気持ちよくなってください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日、はい、あのトリートメントとスパなんですけど、はい、ちょっと髪の毛見てもいいですか。はい。はい、お願いします。ちょっと失礼します。はい、髪長いですね。そうなんですよ。伸ばしてて。でもかなり伸びましたよね。かなり伸びました。私あの全然ケアもしてないので。家でシャンプー、トリートメントして。終了。お客様へのオイルもしてないんですか。シャンプーちょっと気にかけたりとかっていうのは、本当に1週間前とか1週間前に、はい、ちょっといいやつにしたのがあるんです。素晴らしいです。その意識は素晴らしいです。ありがとうございます。シャンプーがやっぱりいいやつなので。あ、そうなんだ、はい、ちなみに今の髪の毛で何が一番気になりますか。はい、1個だけあげるとしたらパサつき。パサつき、乾燥。そうですね、広がるなと思って。あ、ちょっと癖もありますよね。そうなんですよ、伸びてきたのに。今はもうここの辺1年ぐらいからしてないですか。そうですね、半年以上はしてないんで。そうなんですよ、色もやばい。確かにカラーもちょっとした方がいいかもしれないです。まあカラーはいいとして。そうなんですね。そしたらあれですね、髪の毛、はい、もうダメージがすごいっていうよりかは、はい、こう乾燥してて、はい、でそれで広がったりとか癖が出やすくなってる状態なので、はい、髪の毛に水分をしっかり、はい、水分を入れてあげるとそれだけで髪の毛の収まりだったりとかパサつきだったりとかツヤもかなり強いので、まあ、それに特化したトリートメントを、はい、じゃあ今日しましょうか。お願いします。ちなみにこう日頃ドライヤーはされますよね。あ、もちろんです。そうですよ、はい、ドライヤーしてるときに、はい、髪の毛ってこう濡れてるときから乾くときが一番こうダメージを感じるというか引っかかりを感じるんですよ、はい、そのときに髪の毛でなんか不満とかもっとこうだったらいいなっていうのがあったりするんですか。そのときも結構もうこの毛先とかが引っかかるので、はい、どう生かしたい。あそこですよ。髪の毛巻いたりはしますか。あ、します。しますか、はい、結構上の方が出てきますか。そんなに毛先とか話したぐらい。毛先をちょっと動かすよ。そうです。わかりました、はい、ちょっと頭皮も見てもいいですか。はい、お願いします、はい、結構綺麗です。何もしてないんです。前放題かな。なんかこうあれなんですか。ストレスとか、はい、あとは肩こり腰痛とか、うん、あと目の疲れとかっていうのが結構頭皮に出やすくて、うん、目の疲れはそんな、はい、目悪くないですか。いいですか。悪いです。あ、悪いです。その割には耳周りはそんなに結構白くて状態はいいです。色でわかるんですか。色でわかります。色だったりあとちょっとこう湿疹だったりとか、でも全体的に見たらかなり綺麗な方だと思います。すごい、はい、いやすごい、いや素晴らしいと思います。すごい。なんかこう女性の人とかで多いのは、はい、シャンプートリートメントしてその後に流したりなくて首元が荒れたりとか、はい、赤くなってるって人が多いんですけど、そういうのもなかったんで、こう流しを意識的にしっかりしてるのか、はい、無意識にこうもう習慣としてしっかりしてるのかだと思うんですよ、はい、だからそれは素晴らしいことなので続けてほしいです。なんかこのコロナ禍でずっと YouTube 見てて、はい、その美容師さんがあの家でできる初心者のシャンプーの仕方みたいなのとかを、
見てやってたんで、それがもしかしたら良かったのかもしれない。いや、それはいいと思いますよ。めちゃめちゃいいなこと。かしこまりました。じゃあ、はい、ヘッドスパに関しても、はい、若干なんかこう頭頂部にこう疲れが見えたので、はい、若干赤いところがあって、はい、多分疲れてるんでしょうねそうかもしれないね OK です。じゃあ、はい、トリートメントはさっき言ったみたいに、はい、乾燥しているので、そこに油分、水分をしっかり入れて、はい、潤いを、はい、足していきましょうか。お願いします、はい、よろしくお願いします、はい。じゃあシャンプー台に移動しましょうか。はい、お願いします。お願いします。じゃあ流していきます。大丈夫ですか？はい、気持ちいいです。
ました。
おはようございます。クロス取ります。なんか顔がすっきりした気がする。見せた。いやでも顔は確実に顔が繋がってるから。そうですよね。目もがっちりした気がする。肩のマッサージもしましょう。あ、はい、そう凝ってそうですね。あーあー凝ってますね。もっと見てる。まあ、そうですね。しかも姿勢も悪いんで。おお、なるほど。普段の姿勢ってことですか。そうですね。姿勢は確かに。なんか気づいたらどんどん、最初は頑張って、その直角でいいよと思ってた。直角で。そうなんですけど、気づいたらまた楽じゃん。ああ、やばい。わかりますか。ゲームするときとかすごい格好。中山さんそういう格好で私も編集してます。ソファーでね、僕ゲームするんですけど、うん、普通に最初はこうやってやってるんですけど、うん、だん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 だから、ね、ああこんなに中山さんだからなんとめちゃくちゃわかります。すごい CM みたい。確かにツヤツヤすごいいい感じですね。めちゃくちゃいい感じです、うん、とりあえずドライナーで終わりました。とりあえず巻いていいですか。あ、お願いします。このまま仮に何もしないとしてもせっかく来てくれたんで、うん、ありがとうございます。おしゃれな感じ。どんな感じがいいと思いますか。なんか今日レトロなワンピースなんですよ、はい、だからそれに合わせた感じ。リートメントしたら背を生かしてこんな感じです。すごい。